こちらのカテゴリーがスモールウェーブですね。スモールウェーブ用となります。モデル名は、TM フルと言います。ご存知の方も見えるかと思うんですが、 TM モデルの2015年度版のアップデート版になります。2015年度アップデート版となります。でアウトラインに関しましては、TM 同様ですね。 TM 同様で、非常に広いワイド横幅を持っております。そしてですね、TM との違いっていうのはやはりこの短さ、長さですが、非常に身長と比較していただくと非常に短なボードとなっております。通常のパフォーマンスボードから換算しますと、推奨サイズがマイナス5インチ、マイナス5インチの短くできるボードですね。ノーズデザインに関しましては、かなりワイドなノーズデザイン、広めなデザインを持っておりますので、テイクオフの時は胸元の浮力をこのノーズのデザインがカバーしてくれますので、小さな波であったりパワーのない波でもうねりからしっかりとスピードに乗るデザインとなっております。ロッカーに関しましても、通常のパフォーマンスボードよりもメロロッカーですね、ノーズを抑えておりますので、小さなスモールウェーブ、パワーのない波でもスムーズにスピードが乗るデザインとなっております。続きましてテールデザインです。テール形状です。こちらのテール形状は、TM 同様ですが、ラウンドスカッシュ形状を装着しております。そしてですね、大きな違い、TM と大きな違いがあるんですが、 TM というのは、テールアウトラインに関しましては一定のアウトラインを持っておりますが、この TM フルに関しましてはバンプウィングって言って、このサイドフィンのあたりですが、このサイドフィンのあたりからテールにかけて絞り込んでくる、絞り込んで両端から絞り込んでくるデザインです。バンプウィングって言います。こちらが、やはりあの小波でパワーのない波でもスムーズなターンを可能としてくれております。そしてですね、コンケーブに関しましては、TM 同様ですが、フロントのあたりからノーズのあたりからシングルコンケープが入って、テールにかけて、シングルの中にダブルのコンケープが入っております。ボイセンの方では、一応これはシングルの中に2つのコンケープが入っておりますので、トリプルコンケープですね、トリプルコンケープと呼んでおります。これで、ターンの性能を向上させています。スピードもこれで上がるようになっております。高瀬の推奨サイズで、5.5、長さが 5.5、幅が19インチ、厚さが2と16分の3となっております。はい。やはりこのモデルは、テールのデザインですね。テールのデザインが、バンプウィングというのが入っておりますので、非常にですね、パワーのない、押しのない波でもターンがしやすくなっております。ですので、小さな波でもタイトにターンができるっていうデザインですね。イメージ的に言うと、そうですね、非常にキビキビとした、ターンのきっかけがつかみやすいデザインだと思います。2015年のおすすめです。